道峰山駅は、大韓民国ソウル特別市道峰区道法二道に、ある、韓国鉄道公社とソウル交通公社の駅。ソウル特別市内の駅としては最北端に位置する。島式ホーム2面4線を有する地上駅。長らく内側2線のみ使用していたが、2008年12月1日の、ダイヤ改正より軽減電鉄線の急行列車の運行区間が拡大されたため、 外側の線路を対比線として再整備した。この外側の線路には7号線との連絡線がある。改札口に通じる階段は、ホーム一面に月道峰寄りに一箇所ずつあり、ホーム、餅月寺川の端にある階段を下ると7号線のホーム方面に向かうことができる。エレベーターはない。改札口は一箇所あり、出口は一番出口のみある。 乗り場相対式ホームに面2線を有する地上駅でフルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。改札口に通じる階段はホーム一面につき水落ち山寄りに1箇所ずつあり、ホーム長岩側の端にある階段を下ると軽減電鉄線のホーム方面に向かうことができる。改札口方面に行くエレベーターはホーム一面につき水落ち山寄りに1機ずつ設置されている。 長岩駅に隣接する道峰車両事業所への改送線が接続しており、入り、出庫列車は当駅四終儀となる。改札口は一箇所あり、出口は二番出口のみある。乗り場近年の1日平均利用人員推移は下記の通り。道峰山からの景色。 u r l h t t p ラッシュ w w w s e o u l m e t r o c o k r k r s l a s h b o a r d t ト t o メニュース d o c s 5 4 8 a ブブシドックス ="2205,423"="2018 年3月4日」 url="https="web.archive.org="web="20180304172444" スラッシュ h t t p w w w s e o u l m e t r o c o k r k r スラ a シュポ o t o ド o メニューイドックス ="548& ブブシドックスイコール220万5423イコール2018年3月4日 URL ステータスイコールデッド70ありがとうございます